どうもしゅんです。こんにちは。どうももっちゃんです。ネオキャリアさんっていう会社さんにお邪魔してるんですけども、面接を受けるということ で今回はですね、もっちゃんさんが受けていただくということで、よろしくお願いします。お願いします。面接はすごく苦手でした。これは後取りなんですけど、すごくいい面接をしてました。言うな言うな、後取りってネオキャリアの柳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もっちゃんさんは別室で面接を今から受けるんですけども、僕らはモニタリングしようと思います。柳さんから見たフィードバックをさせていただこうと思います。ネオキャリアさんが求めている学生像、人物像みたいなのをお聞きできたらなっていうふうに思うんですけども、突き抜けてこう成長したいみたいな、はい、そういう向上心を持ってるっていうのが前提、はい、自分としてそこに対して思いを持って仕事がしたいですっていう、なんか前のめりに生きてる子たちを採用したいなと思ってます。それを加味して、うん、もっちゃんさんの面接を今から見ようと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もっちゃんです。 YouTuber です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあまずご自身の覚えてる範囲での小さい頃から今現在までの人生だったりとか、5分程度でお話しいただけますか？ちなみにこの5分程度で自分の人生を語る質問の意図としてはどのようなことがあるんですかね？過去の経験で得た価値観がいろんな意思決定の材料になってきてるっていうのを見るために聞いてます、はい、で5分っていう短い時間で聞くのは、しっかりそれが日頃から意識できてる子であれば5分で話せる、うん、けどもう意識しなかったら話せないっていうところを見てます。いや確かに5分で話すの難しいですよね。大学時代はこれまでは同じことをやってくることが多かったんですけど、逆に大学からは東京に出てきたこともあって、本当に新しい刺激がたくさんで、いろんなことをやってみたくなったので、いろいろ2年単位ぐらいでやってることが変わっていて、年単位で変えるのすげえいいと思う。継続する力ってその高校生までで多分もう出来上がっちゃってるから、大学の時に4年間続けましたって言われても、はい、なんかあんまり刺さんないよね。高校ぐらいまでこう続けてましたとか、コツコツやってましたって、多分その継続の力がある子は、はい、別に大学の時続けてなくても、はい、継続力あるなって思うけど、逆になんか大学ってこう選択肢広がるわけじゃないですか、はい、高校の時よりも。なんで大学はいろんなことやりましたっていう方が多分価値観広がるタイミングなんで、一番そういう意味ではすごいいいなって思う。なるほどなるほど。年に1回100人ぐらい集まるビジネスコンテストがあるので、そこでの運営を円滑にするためのサポートみたいなことをやっていたりとか、ユニクロでアルバイトしてたりとか、コスプレで踊るサークルに入ってたりとか、ベンチャー企業でインターンをしてライターをやってて、お店に行ってそこの食べたものとかの記事を書くみたいなことをしていたり、1年単位ぐらいでいろいろやるところですかね。例えば話と話の間に止まっちゃったりする場面ってあるじゃないですか、はいはい、それは面接官側からしたら別に特に支障はないですかね？やっぱり準備してきてる子ももちろんいるわけであって、なんかここはどちらかというとフリートークなので、はい、止まろうが早く話せようがどうとかはあんまり気にしてる、はい、なるほど。どちらかというと突発的に質問とかの時に全然発言できませんみたいな子は、はい、あ、ちょっとこう柔軟性がないのかなみたいな、あれ結構こういうまあありきたりな過去を教えてくださいみたいなものはあんまりなんかレスポンスとか気にして聞いてない。なるほど。その後、まあ、大学留年したことをきっかけにちょっと YouTube 見るのが好きだったので、はい、YouTube やってみたいなと思って YouTube を始めました。それで今に至ります。はい、ありがとうございます、はい、まずお伺いしたいのが、おそらく人生の中でかなりご自身の中でやってる物事とかモチベーションの根源が変わってきてるんだなと思うんですが、うん、人生をこうパッと見渡した時に一番とモチベーションが高いなと思った時期はいつ頃ですか？この質問の意図みたいなっていうのはありますか？うんうん、まあ多分あれですね、人生において一番、まあ、頑張ったことというか、多分それを聞いてると思うんですけど、はい、何を一番頑張ったかって別に何でもいいんですよ、はい、その取り組んだ時のなんか姿勢とか、なんかどれだけその工夫をしてやったのかとかっていうところが見えれば、人事としてはあ、すごく試行錯誤してるなっていうふうに思うわけなんですよね、はい、自分だけでこう高く持とうと思ってもやっぱこうなんかこう自分でコントロールしなきゃいけないじゃないですか。例えばなんかこう周りからそんなやってる意味あんのとかって言われたりとか、なんかこう成果が出ないとか、こうテンション下がる瞬間とか絶対あると思うんですよね。でもそれをテンション下げずにどうやってこう高く持ち続けたのかっていうところの工夫があればすごい多分面接としては高評価。
テンションが高かったのは、うん、YouTube を始めた時ですかね。それはどうして一番を始めるんですか？今までは結構団体に所属したりとかしていたんですけど、 YouTube は一人で始めたので、自分で編集だったりとか企画だったりとかもやらなきゃいけないっていう中で、情報収集もすごくたくさんしたし、人生でそんなに今まではなかった経験だったので、それができたのでモチベーション高かったなと。人によっては自分で物事を1から、まあ、0から考えてやってみるっていうところって、うん、嫌になる人も多いと思うんですね。なんですけど、もちゃんさんはなぜそこに対して楽しいと思えるんですか？楽しいと思えたのは、自分が見るのが好きだったので、まあ、好きだったということがあるのと、こうすぐフィードバックが返ってくるというか、たくさんの人に見てもらえるとか、コメントがもらえるとか、自分がやってることに対して見返りが早かったので、それがすごくさらにモチベーションを高めていくっていういいサイクルになりました。なるほど。逆の質問するんですけど、とモチベーションが人生で一番低い時期ってどの時期ですか？モチベーションが低い時期を聞く人としても、どのように困難を乗り越えたかみたいなところを聞いて、試行錯誤できる力があるかみたいなところを見ているんですか？どちらかというと、自分がすっごい挫折して、なんかこうへこんだ経験が深ければ深いほど、多分志す目標も高くなってくるので、多分その挫折ってどれぐらい深いんだろうみたいなのは、あ、そうなんですね、人としては、はい、ありますね。その過去の経験にすげえ感謝してますって言えるぐらいの子だったら、はい、へこんだ時期を多分プラスに変えていけるかなとは思うので、うん、まあ、そういうところがどうなのか、どう解釈してるのかなみたいなのは見てますね、結構。ああ、そうなんですね、うん、じゃあもっちゃんさんはどう回答したのか。いや、気になりますね。気になりますね、すごく、はい、まあ、大学時代結構いろんなことをやっていたっていうのを話したんですけど、自分が何をしたいのかとか何を好きなのかが分からなくなっててしまった時期が一番、うん、モチベーションも低かったし、ちょっと無気力になったような時期もありました。うん、いい方だと思う。なんかやりたいことに対してのエンジンすごく多分積んでるタイプだと思うんですよね、うん、なんでそれが見つかればすごくワークするんだろうなと思うので、はい、なんかこう多分組織の人事から見ても、この子のじゃあやりたいことと、会社としてやってほしいことが重なるように、はい、どういう形持ってたらいいんだろうっていうところは多分考えながら面接するんじゃないですかね、うん、じゃあここまで考えると、やはりモチベが高いと低いと比較すると、やりたいことっていうのが明確で、そこに対して本当に自分で、なんだろう、最短距離動けている時がすごく楽しいっていう、ね、はい、なるほど。じゃあ逆にその今モチベーションが高い状態なんだろうなと思うんですけど、その中でも、まあ、大変な部分もちろんあると思うんですね。ふっと下がる瞬間があるとしたら、それもどんな時ですか？ある瞬間は動画としてなかなか伸びないものが出てきたりとか、まあ、方向性に迷ったりとかする時があって、そういう時はやっぱり下がりますね。私も少しこう過去っていう、過去現在っていうところから未来にシフトしていこうと思うんですけど、はい、将来っていうところを考えた時に、もちゃんさんの中で、そうだ、今見えてる範囲でいいんですけど、なっていきたい姿、やっていきたいこと、うん、どんな形ですか？私は今まあ YouTube もやってるんですけど、映画もすごく好きで、こうなんかうまく絡めていけたらいいなと思っていて、なので、まあ、YouTube で映画を紹介しするとか、映画好きを増やすっていうのが、まあ、一つ目標としてはあるんですけど、9月に映画を撮影して、まあ、10月に公開になるのがあるんですけど、それのまあ撮影の様子を YouTube で発信するとか、なんでしょう、そういうのを通して YouTube を通して映画業界も盛り上げていきたいな、そういう人になりたいなと思っています。今のもっちゃんさんの回答は、いい回答だと思いますか？いい回答だと思います。就活生の皆さんって将来どうしたいですかっていうのを、多分会社の将来やりたいこととか、なんかその方向性とかに合わせて話しちゃうと思うんですよ、はい、で合わせて話さなくてよくて、結論なんか何したいですかみたいな質問って、結局そのしたいことってですね、何でもいいんですよ。で何でもよくて、そのためにじゃあ何してますかとか、うん、そのためにどうしていこうと思ってますかっていう、その多分プランニングというか、うん、自分がどういうふうに逆算してそこに目指そうと思ってるのかっていうようなところを多分聞きたいんですよね、うん、それがあれば、いろんな何かその目標を立った時にどうやってその到達するのかっていう、そこの能力が多分見えると思うので、うん、で今もう実際にやったりするわけじゃないですか、はい、なのですごいそのもうプランニングができているはずなので、うん、もう答えとしては多分グッド、
ちゃんさんと面接をしていただいた山本さんにも、お越しいただいて、今のその30分ぐらいの面接を通じてもっちゃんさんを採用したいか採用したくないか素直な結論を出していただきたいなっていうふうに思います。あくまでお二人の個人としてのご意見でよろしくお願いします。はい、では札をお願いします。せーの、おー分かれましたね。分かれちゃった。では丸と柳さん丸、山本さん×ということで、では丸の柳さんからお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、はい、合格です。普通に合格、普通に合格、普通に合格。まあちゃんと自分の言葉で話せてるよねっていうところと、YouTuber としてやっていきたいですって話があったと思うんですけど、 YouTuber じゃなくてもまた違うことをやりたいって思う瞬間来るやろなっていうふうに思っていて、それがネオキャリアの中で、見つけられたら、まあどこでもこう活躍できるんじゃないかなというふうに思ったので、まあ採用っていう感じになります。はい、ジャンさんおめでとうございます。ということで山本さん×という札を挙げられてるんですけど、理由をお願いします。採用担当としてで言うと、はい、その柳と同じでやっぱりやってきたことを そこに対するスタンス含めてすごくうちで働いてほしいなっていう気持ちは湧きました。湧いたんですけど、でも直接話を聞いてるともう夢を応援したい気持ちになってしまって、はい、とするとうちじゃなくてまずは YouTuber として頑張ってほしいと思いました。もっちゃんさんの人生のことを考えるとっていう、はい、なるほどね、なるほど、なるほど、わかりました。じゃあもっちゃんさんは今 YouTuber としてとりあえず頑張ってほしい、頑張ってほしいね、普通に。そうですね、そうですね。じゃあネオキャリアさんの採用要件を満たしていたということで、うん、すごい向上者っていいんじゃないかなと思います、うん、これを見てる就活生の皆さんもぜひ今の面接であったりとか柳さんのフィードバック、あの面接のポイントをぜひ参考にしていただけたらなっていうふうに思います。でネオキャリアさんはインターンであったりとか専攻もこれからどんどん募集するので、下の概要欄にそれ関連のリンクを貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。